がかゆい。あ、おはようございます。始まったからちょっと鼻がかゆいですけど、本当にやっちゃった。鼻がかゆい、最近鼻がかゆいんで、そんなんどうでもよくて、おはようございます。ございます。いやもうね、昨日はアイスを食べましたね。はい、今日もアイスを食べます。イエイ、えい、贅沢デブよデブ。なんで自分に言い聞かせてんじゃね。もちろんね、いや、ほんとダメだった。まあもう仕方ない、これはもう仕事ですから。ダイエットするって言った。ダイエットに今はそんな知らないって。今回2個目、あー、これ、ね、美味しそう。ごまくるみを食べていきたいと思います。ちょっとね、これね、あの柴崎こうもびっくりするぐらいのね、いい美味しい溶け具合になっているので。もう溶けてんじゃない。もう早速ね、食べないといけないんで。中身が飛び散らないように開封の際ゆっくりと分けくださいって書いてある。これゆっくり開けよ。ゆっくりね、ゆっくりね、ゆっくりね。な、何入ってんだ。くるみが飛び散るってことなんですか。やば、え、なんだこれ、なにこれ、真っ黒。え、ちょっとこの、あ、でもうまそう。これちょっと美味しそうですね、うんうん、これ大丈夫。大丈夫でしょ、これ。これね、え、ちょっとさ、食べてみよう。あ、溶けた、取る、やばいやばいやばい、食べた、食べてる、やばいやばいやばい、食べ、はい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 、ちょっとペロッとして。あ、なに、なんか黒ごま、絶対うまいっすね。黒ごまの味がする。ちょっと刺してブース。あ、カテ、なんだろうこの、え、なんかゼリー、なんか、え、あ、あ、そうだ、餅じゃんこれ。え、餅なんだ。餅アイス、餅アイスじゃない。トルコ風アイスみたいな、これ。美容のビル、ほら、ほんと、ちょっと私やべえ、これ折れそう。え、なんだこれ、ちょっと待ってね。お餅ビヨーン、すげー、なにこれ、お餅だ。うん、あのね、なんだっけこれ、あのさ、中華でごま団子っつうの、はい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 、みたいな感じ、うんうん、確かにごまだしね。うん、え、くるみ入ってるね、ちゃんと。え、くるみ入ってる、うん、硬い、ちょっとね、もうちょっと柔らかくなった方がいいから。なんかくるみがね、いい食感だよ。なんかもうお餅がもちっとして、こうアイスといい感じに混ざってて、その間にくるみがちょっとね、食感がさ、あるから。ほんとだ、くるみも入ってる。これめっちゃうまいな。くるみも餅も入ってる、うん、うまい。確かにね、これ和な感じなのよ。うん、花餅って書いてある。なんで、ごま、うん、黒ごま、黒ごま的なの超美味しいんだけど、うめ、ね、甘すぎない感じがいいよね。これめっちゃうめえよ、うん、これまたうめえな。またあれじゃない、みこさんの甘すぎない感じ。そう、甘すぎない。そう、バニラがいい感じで 甘すぎないようにしてるから、うん、うめえな、これこれね、ちょっとお酒のつまみとして食べたいかも。なんかね、居酒屋のね、うん、なんかありそう、ありそう、うん、居酒屋の、昨日から酒ばっかでも居酒屋のなんかね、デザートとかに一品に入って入ってもおかしくないぐらいに、うん、おや、これめっちゃうめえよ酒の話しかしてないのも申し訳ないけど、じゃあ酒で例えないなら、もう本当に中華料理とかでごぼうが本当に静かに出てて、もうおかしくないレベルで美味しい、うん、うめえこれ、うん、うまっ、うん、餅だわ。餅もね、いいよね、本当に。餅をもちもちしてるっていうの恥ずかしいからあんま言わないようにしてたんだけど。もう食べない。え、もう食べない、太るから。もう食べない。これね、あんま、なんかカロリーだろ。もう食べない。あ、これね、ちなみに1個249カロリー。結構高いんじゃない。高いかもしれない。昨日食べたやつは、あ、240、うん、200、こっちの方がちょっと高いぐらいかな。私ね、あれね、若い子のダイエットは良くないよ。うん、もう食べない。美味しい、もう絶対食べない。美味しいな。え、じゃあ見てこれ、この黒蜜といい感じにね、黒ごまでしょで、このバニラが合うのよ。で、餅が本当にいい食感出してんの。じゃあ、途中でね、ウィーコさん食べても太らんもんな。太んない、マジで。そういう人いるわ。でもね、あのね、努力してんだよ、これでも。いや、してない。一つ言うわ、
私ね、えっこちゃんびっくりするぐらい私歩いてるからね。いや、ウォーキングを。じゃあ私ほんと全部吸収するタイプだからもう誰、じゃあさ飲みに行った後とかどうやって、例えばね、また飲みの話じゃん。また飲みの話だったよ私。でも本当だし、飲みに行ったりとかして終電を逃すことがよくあるの。はいはいはい。まあ、でも家の近所って言っても例えば駅、うん、もう5個ぐらい離れてるところでも歩いて帰るから。マジで。歩いて帰るよ。え、結構時間かかる。はい、あ、帰る帰る。1時間1時間以上かかっちゃう時とかあるし。歩くんだ。途中で寄り道して公園でブランコ乗っちゃったりとかするから。一人で。うん。やっぱ一人で。一人でもやるし、友達もやるからそれを見た方はぜひ写メ撮っておくやだわ、早食なんかいるぞっつっていや、ほんと、とりあえずこれめっちゃ美味しかった。美味しかった。ね、うんめえな、うん、昨日も紹介したほうじ茶ラテもこの今日紹介した、ごまくるみもどっちも超美味しかったです。うん。で、甘いのが好きなのはこっちの方がいいかまだ、うんうんうん、まあどっちもそんなに甘すぎないんですけど、甘いのが好きならこっち、うん、そんなに甘くの方がいいのはこっちの方がいいかもしれない、はい、っていう感じですね、うん、どっちもとてもあの期間限定のと、ニューって書いてあるのだったんでちょっと食べてみました。ほうじ茶ラテがね、うん、期間限定だからね、うん、食べちょっとね食べた方がいいかもしれない、うん、ということで、いや美味しく食べました、ごちそうさまでした。ごちそうさまです。ということで皆さん明日の7時にお会いしましょう。いってらっしゃい。バイバーイ。今日私たち最後だよ。うん、もう終わり。またコメントね。また。